映像の街推進フォーラム主催の子ども映像シンポジウムがラゾーナ川崎のプラザソルにて開催されました。シンポジウム開催に先立って映像授業に参加した小学校への表彰と盾の授与式が行われました。面白くためになる映像ばかりでした。こういう子どもたちが出てくるってことを大変楽しみにしております。ワクワクドキドキがいっぱい伝わってまして、非常に大きく変化したな、お互いが決めていた作品に取り組んだと思うんですね。これはですね、学校別の上映会ではアイデアにあふれた子どもたちの作品に大変驚かされました。抽出された課題をどのように解決し、広がりを見せるにはどうすればよいのかを皆さんと共に考えていきたいと思っております。コミュニケーションを図る時間にさせていただきたい。この取り組みが充実していくような形に私としては持っていきたいなというのと一緒で、川崎市はだから他と同じことをやってない意味では非常にユニークで、それに参加できて、非常に嬉しいです。なぜ映画制作活動をするかっていう課題意識と目的意識が明確になったんじゃないかなと、他の教科の学習といろいろ重ね合わせて工夫してまいりました。1グループ5、6人になりまして、自分たちでニュース番組を作ってみようという投げかけから取り組んできました。最初からできないと思わないところが非常にこうなんか初心を思い出させてくれて、感銘しました。人のつながりであるとか機器の使いこなしっていうところに出てるな。この映画制作活動の中だけで終わりにせずに、これからの自分につなげていってほしい。これ継続していくことが大切なんじゃないかなと。川崎の取り組みをできればもうちょっと花の種のようにいろんな日本中にこう広がっていって、どうか育ってくれればいいかな。3人のパネラーによる熱いトーク、これからのさらなる発展を期待し、盛大なる拍手のうちに終了しました。